見タックルを受けた三笘薫の傷が痛々しすぎる。うわ、痛恨、あいつ絶対許さん。いい、もろ足裏直撃してたもんね。これは痛くないわけないわな。平気でこういう行為されると久保投げ飛ばししかり、欧米のアジア人差別が根底にあるんだなと思う。事後検証を行って非常に悪質とされた場合は2年くらいは出場停止にしても良いと思うわ。単なるレッドや数試合停止では生ぬるい。なお、ホルゲートは自身のインスタグラムで、週末にチームメイト、クラブ、ファンを落胆させたことについてだけ謝罪する。でも、ここ48時間は受け止めるのが難しかった。継続的な人種差別を SNS で受けた。と人種差別被害を訴えた。人種差別はダメだけど、あなたはまず三笘に謝れよ。被害者のみが入っとらにゃん。人種差別配管が、あのタックルはプロとしてどうなんや？チームメイトやファンだけに謝罪て。三笘くんには謝らないんや。こいつ前科者で、感情コントロールできない、どうしようもないろくでなしだから、2年ぐらい出場資格剥奪しろよ。キャプテンもこいつのタックルは正当とか言ってたし、このチーム自体が終わってるからしょうがないよ。早く降格してくれ。ほんと大怪我じゃなくてよかったな。